はい、こんにちは、大方です。えっ、ー、と、今回から、えー、何回かちょっと、何回か、えー、解析力学の話をして、動画を上げていきたいと思います。解析力学、幾何学的視点からということです。えっ、ー、と、私あの、自分の勤めてる大学院で、えっ、ー、と、変文法っていうのを教えてて、まあ、そこのに解析力学が出てくるんで、まあ、解析力学についてちょっと、ま、いろいろ考えて、 まあちょっと分かったこと、気づいたことが一度まあいろいろあるんで、そのことをちょっとお話ししたいなと思います。まあ、これから解析力学,学学びます。で、その解析力学なんですけどね。まあ私も学生の時にね、私は物理工学の数値出身ですんで、まあ解析力学の授業を何回か受けたんですけどね。まあこれってちょっとなんか、何のために勉強するのか分かんないっていう、そ物理とかの方面 で、解析力学を勉強した方。やっぱそういうことを思った、多少ないと思って,てないんですかね。一体何のために解析力学って勉強するのかっうね。ね。なんか同じこと書きなさいのにすぎ,ぎないじゃないかっていう。なんかそんなイメージはあるかもしれない。あまあ、あとですね。現代物理学。まあ、存在性理論。量子力学。統計力学。まあ、そういったものをね、勉強するためにまあ必要だっていう。まあ、確かに量子力学はハミルトニアとか出てきます。まあ、 解析力学は、まあ、必要だけど、それでも、固、ま、定、あ、力学ね、その範囲で、解析力学その力学の範囲の中で、なんかそのありがとみっていうかね、そういうの、解析力学を勉強する意義が分かるって、分かるようにしてほしいっていう、まあそういう、まあちょっとフラストレーションとか、あなんかあるんじゃないかっていう。えー、そこはですね、まあ私、えー、ちょっとね、 一つなんか柱を立てて、それを元にして、まあちょっと解析学力学のちょっと話をちょっとまとめてみるっていう、そうて学べる、見る、調べてみる。そうするといろいろなこととして見えてくるんですね。で、今回特には数学的、特に機械学的な観点っていう視点、そういうものをちょっと力学を見て考えるっていう、えーまあ、そういう方針でちょっと解析力学を学べる、見ます。 まあちょっとそういう方針を機械学的視点でちょっと解析力学を見ていろいろと気づいたことがあるんで、まあそういったことをちょっといろいろ順序立てて説明してみたいと思います。で、なぜ機械学かっていうと、要するに解析力学の特徴として、こ座標の選び方をらない普遍性っていうのがあるんですね。これ、皆さんも授業でまあ習ったかと思います。まあ、例えば、あの、初等力学でニュートンの運動方程式っていうのが出てきますね。 まあ一番力学の基礎です一番。で、そうユートンの運動方程式なんですけど、選ぶ座標によって、形が全く違ってくるわけですね。例えば直行座標ね、カーテシアン座標ですと、まあこんな感じになりますが、これをいざ極座標にしてみると、こんな感じで、丸きりね、カーテシアン座標とは違うという。まあ座標によって運動方程式の標識が変わるというわけですね。ところが一方、 えー、ラ解析疑学ではそのニュートンの運動方程式の代わりにそのラグランジ運動方程式っていうのが基本になってくるわけですね。え、これラグランジアンっていうのはまあ後で、うん、まあな、なんだか、うん、まあ後のね、講義で、講義とかね、動画で申し上げますけど、まあそれ使うと直行座標、ソフトは極座標、みんなこう同じ形で表せるわけなんです。 だから、違う座標を取ってきても、方程式形が同じだっていう、まあそういう共変性っていうかね、機械学でいうところが、それを満たすわけなんです。こういうがまあ、こういうように、化石疑学っていうのはね、こう座標に言われる、ね、普遍性を満たすわけなんです。であの、座標っていうのはですね、人間の都合で考えた物差しなんですよ。で、しかしか物理的な本質的なもの。まあそこに物体がある。で、そういう ぶって払って動いているとか、そういった事実っていうかね、本質的なものとか事実とかっていうのは、こういうの人間の物差し、座標によって変わらないわけです。例えば、こう、リンゴがこうあるんですよ。リンゴと本質なんですか、まあ。それに対して人々、世界中の人々はいろんな言葉で言うんですけど、日本人ならリンゴ、アメリカ人、イギリス人ならアッポ、ね、えー、ドイツ人ならアッフェルい、ね、アッフェル、P と F とな続き方で発音しに行くいわ。 フランスだとはポームとか、まあ、いろいろこういうな感じで言いますけど。要するに、これが要するに、いろんな国によっていろんな呼び方があるけど、リンゴはリンゴ。それ一つ、たった一つのものなんですよ。うで、今はその人間の物差しっていうのは、これが要するに座,座標なんですね。見る人によって、リンゴっていうのを、 いろんな言葉で言うように。えー、っと、まあ、物理的現象を、いろんな座標を取ることによって、いろいろな、えー、まあ、見方、法的形であるけど、しかし、本質的な、ね、現象とか、まあもももの、ものっていうか、物体っていうのは、まあ、一つだけなんです、うん、です。というわけで、あのー、本質的なものには座標によらないというわけです。 ね、要するに普遍性で、そういう力眼光とこういう普遍性ね、強、まあ、変性とかっていう、こういうものから解析力学を学びたいと、ね、いうわけですね。これをちょっと、ねえー、重点に置くで。そして数学的には普遍性っていうそういうものを扱うのは、一体どういう学ものが適しているかというと、機械学ですね、その微分機械学とかっていう、そういったものが。 一番その数学で言うと、その化学っていうのが、普遍性を扱うのに、ね、一番合ってるわけです。あの、数学のご存知の方は、まあご存知だと思いますけど、あの、クラインによるエル、ランゲンプログラムっていうのがあるわけですね。で、これはね、1872年。 でクラインがそのエルランゲンで大学に就任したときの講演の話ですね。この時はまあそう,う数学ってどういうふうに研究していくかべきかっていうことはまあ話したんですけど。そこへね、そう機械学的性質っていうのは変換分の作用で普遍保たれる性質っていう、ではわけです。要するに機械学っていうのは、そのいろんな変換によって普遍であるもの。 そういうものが、要するに数学的な本質的なものを表せとして、そういったものを見つけて研究するっていう、それが何学だっていうわけです。まさにこう解析学、力学における普遍性、こうマッチしてるわけです。そういう観点で、そう,う力学っていうのを勉強してみる。そうすると、いろんなものが見えてきた、来る。もう、見えてきたっていう、見えてくるんです。 で、今回はね、えっ、ー、と、まず、こう、ダラベル原理っていうものが出発して、まあ一番ちょっと初歩的なところから。で、そしてその運動方程式で、で、そして運動方程式科学。要するに普遍性、共変性っていうのがえるから。で、楽な運動方程式っていうの。ここまでちょっとやっていきたいと思います。で、一部ね、ちょっと細かい証明ね、えー、長い式の変形とかっていうの <laughs> 使った表明とかっていうのは、これはね、本に載せまして。で、これはね、動画では説明しません。 ここには載ってますけど。で、このパソコンの、ね、スライド、これウェブに載せます。で、その概要欄にその,そのリンク、URL を書いておきます。そこをアクセスすると、その PC スライドね、見、う、え、ん、はい、ご覧になりますんで、それでと、ちょっと気になる方、すごくご覧ください。で、まずね、ダランベールの原理から出発しましょう。まずね、あの、仮想的仕事の原理。 生理規約における仮想仕事を原理から出発します。まずね、えーと、これからね、その、L パーティクルコ、ちょっと、ね、掃除が長いですけどね。まあ、複数の失点計を考えます。各失点の位置を RI、必要は MI とします、ね。そして各失点に働く束縛力を除いたその力というのは FI。束縛力、つまり、そう、高速力、うん、垂直高力とかね、そういう、あの、物体がね、そういう、 こういう、高速受けるって、それに由来する仕事ってう <laughs> こ SI と置くことにします。で、えー、まあ、高速受ける物体、まあ、例えばこんな感じで、ね、坂道のこう坂上こう滑車につながってる、こういう二2つの失点形、うん、重いの、2つの重いの、まあ、こういこういったものを考えると、です。点形がね、水にあ状態にあるときっていうのはね、これはね、このふうに表せるわけで、ねまあ、全部だ。うん 物体が受ける全部仕事は、仕事じゃない。力はゼロっていうわけです。で、これね、えー、どう表せかっていうと、これをね、あの、要するに。ちょっとこれ、まあ、この次ある、えー、っと、方程式、これを書き直してみます。で、デルタ RI っていうのは、こう、仮想変異します。これ、えー、っと、束縛条件に有される各式っていうの微小変異って言います。だから、まあ、束縛条件を受けて、えー のもとで、ちょっと動かしてみるわけで、物体系、もう失点系はね。だから、こんな風にね、あ、デルタ R は、この図だと。この方に、こんな感じで動くっていう、束縛条件に従って、ちょっと動くっていう。こういうのをデルタ R とします。そして、これと、こういうの内積、デルタ R 内積取ったものの、は、まあ、これ全部ゼロっていうわけです。まあ、これ当たり前ですね。で、で、 特性、そこら辺ですね。仮想しようと、えっ、ー、と、すみません。えっ、ー、と、束縛力ですね。こう、束縛力。要するに、高速条件に由来する力っていうのは、これ、仮想変異と直行してるわけですから、これ、内積とともゼロ。ですから、これ、えー、束縛力を取ったものの、する全部のこの微小の仕事っていうのは、そうはゼロであるっていう。これが、あの、仮想仕事の原理と言います。 つまり、失点が釣り合いの状態にあるとき、微小な仮想変異、というと RI によって、失点権に束縛力を除く力、FI がする仕事の総和がゼロであるということがあります。まあいつこういう力士、これが要するに釣り合い、物体に働く力の釣り合いの条件なんですね。これは仮想仕事の原因です。で、ここで注目すべきことは、これ束縛力っていうのはこれ考慮しなくて、でこう束縛力っていうのは一体どれだけ大きさ働くだろうかっていう、ちょっとわかんないものです。 そういったものをね、考えなくてもいいっていうのは、こう、大きいです、ね。で、今度はね、ダラベルの原理ってのは、これはね、今、えー、動力学にう、ま、拡張したものです。今、生理学ですねで。今言ったのは、こう物体が釣り合ってて、止まってるっていです。知的運動しているときは、まあ、ご存知のニュートン運動法としてこういうふうな運動。 な式がな方程式がないとするわけですが、これを書き直す。えー、っと、これ、ね、こういうふうにして、要するに、えー、っと物体と一緒に動く座標形を考える。そうすると、こういう慣性力が働きますので、この微小な仮想変異をもとに対して、このような式がないとするわけです。慣性力がですね。そして、要するここもね、えー、っとね、法則局、 これ、デルタ RI と言っそこすんで消えるわけです。で、このさっきの仮想変仕事の原理を、このように、えー、同学規約をばこのような式に、えー、拡張できるわけです。これ、ダランペルの原理って言います、これを。これ、失点形を運動しているわけ、ね、これ微小な仮想変により失点計画を加えられた力と完成形にする仕事の相は、これゼロであるっていう意味です。これが、あの、ダランペルの原理でして、<laughs> で、この、こう、ここでもね、こう、今申し上げたとおりこう、束縛力っていうのは考慮しなくていいっていうのは、大きいよなるんです。で、そして、いやね、こうさっきの過疎仕事の原理っていうのは、過疎仕事の原理に、と同じ形で、こう、ダラベルの原理を述べてるんですが、これ、えー、感力っていうのを考えることによって、こう、道理規約を生理規約の問題を置き換えてるっていうのとわけなんです。これ、ダラベルの原理です。 で、これがまあ、要するにニュートンの運動方程式に相当する、まあ、出発点。一番のね、第一原理の方程式だとかを考えましょう。で、これからダラムルの原理を出発点にして運動方程式を統一します。えっ、ー、とね、まずね、えー、ちょっと一般座標っていう言葉を用意しましょう。これね、えっ、ー、と、束縛条件をもとに出点権の変異を与える独立なパラメータ。これを、えっ、ー、と、 一般代表と呼ぶことにします。えっ、ー、と、ここで N って書いてあるのは失点計の自由度であって、高速条件がね、N 個あれば、えっ、ー、と、物体ね、失点計のね、全、う、部、んまあ、ね、3×N パーティクルの5次元の、こういう空間が動くけど、そこから、えっ、ー、と、この束縛高速条件ね、この数、M を引いたものが、これ、失点計の自由度なですこれだけ N 個の時点、独立なパラメータでこう、えー、と変異ベクトル。これ 特、えっ、ー、と、パラメータ付けするわけです。で、ここでですね、こうもちろんのごいのね、この一般座標の、こう、添え字。これ全部こう上付き添え字書くことにしますね。まあ、これだったらね、うんと、数学的に意味が、まあ、実はあるんです、ね、まあ、それ後で申し上げます。 だからここ、9、えー、のこう1乗、9の2乗、9の3乗、べき乗ではないということこれちょっと注意してください。ね、<laughs> まあ、こういう植え付き、それにしてもまあその、べき乗と混同するということはまず、まあ、ありませんので、まあ、そういう意味で安心して、ね。例えばね、こうかえー、こう一般の表としてはこう、例えば円周上動くリング。ねまあ、このように円周があって、このように、ね、リングがこう吹くって、このように動く場合。これ、これは自由度はこう。 1> 1で、これ要するに、えー、とこの実えっ、ー、と、X 軸からの振れの角、θ、これを一般座標とする、うん、と、まあ、取れるわけです。で、ゆく、えっ、ー、と、えっ、ーと,えー、と、直行座標の XY というのはこのように表現できます。一方、その、球面上を動く失点というのはどうなるかというと、こはこ,こう、自由度が2で、一般座標はこの角座標の、こう、θ とファイ。 こう2つあって、でこれが、えー、要するにこれを指定すれば、失点の位置っというのは決まるわけで、一般座標この C とファイ取ります。で、そデカート座標のね、x、y、z っていうのはこのふうに表されるってわけです。で、ダラベルの原理っていうのはまあこの、このふうに書けるんですが、これはね、こう一般座標を使うと、このデルタ r っていうのをこのふうに書き直すわけです、ね。 です。あ,あえー、っと、まあ、こういうわけですね。で、えー、で、こういうふうになるの、書く。ま、書くをつけたわけですが。で、これがですね、任意の独立なジオパラメータですね、こう。デルタ Q1 からデルタ Qn。これに対して、この式に成り立つってわけです。で、だから、これ、デルタ Q1 からデルタ,タ Qn に対して、これ成り立つから、その、これ こうカッコの中、これイコールゼロになるわけです。すなわちでこの式に成り立つわけです。まあこれ移行してこういうふうになりますね。で、そしてここをね、この右辺のこれをですね、こう、えっ、ー、と F の花文字で書いて、これ一般化力って呼ぶことにします。なぜ解析力学におけるこの力、外力、言葉です。で、この式をこれから書き直します。まあこの式に成り立つわけですね。で、そしてね、この、えっ、ー、と、 この、ね、変異ベクトル。でこれはね、一般代表使うとまあこういうふうに書けるわけでして、2回分加速度。だ、こういうふうになります。まあ、ちょっと複雑になりますが。で、そうすると、こういう方程式やるわけです。ここで、えー、と G のアルファベータっていうのはこのように、これで定義される量です。でそして、ガンマっていうのはこ,うこれで表される量です。でそして、 これ G のアルファベータ。これね、えっ、ー、と、さっき見、お見せした通り、こう、わかる通り、こう、まあ、これですね。これ、聖地対称行列であるってことはわかりますかこれ、逆力行列を持ちます。それを、こうこのふうに言います。でさっきこの下付き掃除で書いたのを、こう上付き掃除で表す。これをね、えー、逆力行列と、逆行列をこれで表します。でそうすると、さっきの式から、このような運動方程式が得られるわけです。で、ここが、えー、先一般で定義した一般対象ですね。 えっと、これ、G、えっ、ー、と、で、ガンマ、アルファベータっていうのは、この G、アルファベータ、これ使って、まあ、これ、こうい逆行で使って、まあ、このようにして定義されます。これね、クリストフェの記号って言います。まあ、ちょっとこの、あの、一般相対論とかリーマン幾何学と同じような、時言葉使いますが。うん、まあで、そしてね、この、えー、まあ、要するにこういう方程式で成り立つわけですが、でそ、ここにちょっとねあ、えー、ガンマ、こう クリストフェの記号これね、えー、G のアルファベータ、これ使って書き直します。で、ガンマのこれ定義あ、これでしたで。そして明らかにこれね、アルファベータ、ガンマと、とちょっとそれついてますが、ベータとガンマについてこう対称性があります。ひっくり返すと同じですね、この式から。でそしてあとね、えー、と G のアルファベータ、この定義から、これ微分したものとすると、まあ、こうなりましてで、こうなってはこう。 ななるわけでですねこんな感じででそうすると、これね右辺っていうのは、ちょうどこう、ガンマのアルファベータガンマ、プラスベータアルファガンマと書けるわけです、えー。要するにこういうふうな、そ式の一つ。まあ、こういう式ですねで。そしてね、この3つの素絵字、これをサイクリックにちょっと入れ替えたものをちょっと取ります。また2つの式ね。こうでそして、第1式プラス第2式。 式マイナス第三式っていうのを取って、それを割,る割2で割ったものを、これ作りますと、ちょうどそのガンマのアルファベータガンマっていうのがこのようにその G っていう、えー、この微分で表せっていることがわかります。で、よってその、えー、とこれで、えーと、これによって、えー、とこのアルファを上に上げたもののそのガンマっていうのは、これで定義されているてことがわかりました。 で、結局こういう運動方程式がやります。で、これちょっとこれから申し上げたおり、ちょっと機械学的なちょっとね、えー、性質を持ってます。で、ここは、ここだけの、えー、造語ですけど、これ機械学的運動方程式と呼ぶことにします。で、ここでね、えっ、ー、と、G のアルファベタ。ここはちょっとこれ、えー、こういうふうに定義された、まあ、軽量転送です。こ,こ軽量転送っていうのは、こう、えっ、ー、と、リーマン幾何学とか、一般相対論とかで、 まあ、その用語で使います。相対論とかですから。まあ、それとちょっと同じです。そしてて要するに、この軽量転送っていうのは、要するに、あの、多様体の中で、その、リーマン多様体っていうのは、その、多様体の中で、その、長さっていうものを持っている多様体でして、その、長さっていうものを、こう、多様体における、その、リーマン多様体における、この長さっていうものを提出するときに、こう、軽量転送っていうのを使う。 使うんです。まあ、そこはちょっと取ってきます。でそしてこう、添え字、ー、をこう上に上げたものを逆行列して、でそしてこうし、これが、えー、クリストフェキ記号ていうのが、このように書けるとかまあ今の計算で分かったわけです。まあ、つまり、クリストフェキ記号、ね、ここの係数、これ要するにこう計量テンソルっていうこの、要するに考えていね空間ね。えーその 物理系が今動いている空間。こういうのない企画的な構造を表す係数で。こう、こう。まあ、これが経由低層なわけなんですけど、まあ、これを使った、表したクリストフェの記号で、ここを係数に持つ、このような運動方程式が成り立つわけです。で、ここでですね、特にね、外力が0の場合、つまりこの F、えー、一般力が0の場合ですと、まあ、こういう方程式になって。そうすると、これはね、 えっと、リーマン何学とか、あれ一般相対論とかに出てくる、測地線方程式と同じ形です。で、だから要するにこれは、えーまあ、こから説明するように、これは何学的な特徴を持っているわけです。これちょっと次説明しますと、えー、ちょっと、これまで現れたいろんな量ですね。そして運動方程式については、その気化学格的な生物質はこれからちょっと調べます。で、えっ、ー、と、 どういうことするかというと、点変換っていう、要するに座標変換を考えるわけですね。こう、Q の α、小文字の Q からある大文字の Q という、それ座標をこう入れ替変える。こういうことをやります。で、Q っていうのは、こう、新しい座標っていうのは古い座標で表しますまあこれちょっと時間はちょっと含まないっていうことをしましょう。ちょっと。で、こういうのを点変換と言います。で、この点変換に対するいろんなようね、変換則をちょっと調べます。で、その前にですね、ちょっとあの、えっ、ー、と、お約束をやります。 えとアインシュタインの規約です。これ微分規格とかで、えー、とか相対論なんかよく使いますが、こうギリシャ文字の上付き添え字と下付き添え字、こういうのをペアで表してで、同じものを表れたら、その添え字について、1から n まで、自由度 n までのこう和を取るものという,う約束します。<laughs> こういうふうな、ね、こと書いてあったら、これは、ね、もうアルファとベタ、アルファとアルファ、こう上と下に同じ文字、添え字が表れた。そしたら、うこういうふうに、 そのアルファについて和を取るというふうに約束します。まあ、こういうことをやるのも、こう微分幾何学とかテンソル解析、そうやる、こういう勉強しますと、まあ、こうなっての和が頻繁に現れるんですね。そうすると、ですね添え字の数、ね、テンソルなんかを使って、添え字がいっぱい出てくると、この和の記号を、ね、省略しないと、ちょっとすんごい大変なことになるわけなんですね。だからこういうふうに。 こういう書き方を用いるわけです。でそしてこの、のとで、こういうふうにね、植え付き添えと下付き添え字揃えて輪を取るって、こいつなんとね、数学的な意味が、ね、あ,るあるってことは、あ、えー、と後で言います。まあ、こういうのを縮約というんですね。これえー、要するにこう,こういうふうな添え字を揃えて輪を取るっていうことによって、ベクトルとか点数とかからスカラーをね、えー、こうスカラーと呼ばれるよう、それをね、えー 与えることができるわけです。まあ、これは後でね、うん、出てきます。あとね、ちょっと簡単なために、次の略規法を用います。要するに Q1、一般座標はね、Q1 か Qn っていうのは、一ちち公格の面倒くさいから、こう Q1 つの文字でこう表します。新しい座標についてもそう。で、その座標についての関数もこう,こうなっているのが Q1 か Qn っていうので、省略して一文字で表すっていうこれします。 で、この、えっ、ー、と、アインシュタイン規格を用いると、その規格的運動方程式、さっき出てきたのは、こういう、えー、こういうふうになるわする。えこう経路ンソル、クリストフの記号、まあ、こんなふうになります。で、ここでね、えー、さっきのね、アインシュタイン規格から、赤いソリューアはね、こう、上付きソリと下付きソリで同じものと出てきたこ、こう、こう、ここについては和を取るっていうことにします。だからこう、この和輪、足し算の記号を省略します。 こ,こ、ね、ベータとガンマについて輪を取っています。ここ,でこ,こも、ね、デルタについて輪を取ります。でここ、ねえー、と,微分,、うんえー、と微分のこう分母のところにソイキュ、えー、デルタついてこれねえー、とこれ下付き添い字 T に解釈します。だから上付き添い字のものに、ね、微分のこう分母に来ると、これは上付き、えー、下付き添い字 T に解釈することにします。 で、そういった変化ね、落ちることに対して、どういう変化を度こにすか。まず、一般速度はですね。これですね、えー、これ、新しい座標の速度は、古い座標の速度に対してどう表されるかというと、えっ、ー、と、ね、このようにね、えーと、合成関数の微分速、これ使いますと、こんな風に表せるということをわかります。そうするとね、これね、えー、実はこれ、 えっと、微分比化とかでいう、反転ベクトル。こういうのを変換速度に従うわけ,わけです。で、一方で一,方で一,方で一般化力ですね。えーまあ、こうやって定義されてるんですが、これはどうなるかというとこれ、今これ代入しますと、代入ってか、えーとあ、代入しないか。えー、とこんな風に表されて、まあ、こういう風に合わせてか分かります。で、これはあの、共変ベクトルの変換速になってるわけです。 で、要するに、こう、反転ベクトルと強変ベクトルはどう違うかというとこう。まあ、ここに、こう、コビ行列が出てくるけど、この分母と分子がこう、入れ替わっているわけですね。逆なのになってます。で、こうなっているのは反転ベクトル。で、こうなっているのは強変ベクトルっていう,ふう,に言うわけです。であと、こう、ピュンジャーさっき出てきました。これは新しい座標ではどうなるかっていうと、まあ、こういうふうに定義するんですが、これはですね、この、R のね、Q に関する微分。 こういうふうに、そうすると、このようになって、こうなります。で、これはね、要するにこれ2回の共変テンソルの変,変換則っていう、なってるわけです。えっ、ー、と、微分器科学の言葉で言うと。あるいは一般相対論とかのね、そういう言葉で言うと、そういう 2, 2回共変テンソルになってるわけです。でそして、この逆行列に対しては、えー、このようになって、こういうのはね、 えー、2回の反片転送の変換則に従ってるってわけです。これ微分比科学の言葉で言うと。そして一般化力で、今度は、えー、こういう風にしてね、上付きそういうに持ったものは、これ、反片ベクトルってわけです。一方、クリストフェの記号はどうなるかっていうと、えー、とこれさっきはね、形容転送の変換則を使うと、クリストフェの記号っていうのは、ちょっとこの複雑な、こういう式にな、 変換速になるということは分かります。正面は、ね、本位に載せてあります。こ動画では説明しませんが、PC スライド、えーと、ウェブに載せておきますので、概要欄にリンク貼っておきますので、こう計算を見たい方、ご覧になりたい方はこ見てください。まあ、こんなふうに結果をだけしますと、こんなふうになって、ちょっとクリストフ・エキゴに関しては、ベクトルとか転送の変換速度に従わないです。えー、とあと、一般化加速については、 まあこれを、えー、t で微分するとこんなふうになって、加速度は、えー、一般座標の加速度は、共辺ベクトルでも反変ベクトルでもありません。ちょっとこれ、えー、こんな感じで、ちょっとゆがんだ形になっているわけです。ここはちょっと注意しましょう。<laughs> で,で、そしてね、さっき挙、えー、げました、企画的運動方程式ですね。こうなるわけです。 でそうするとですね、一般化加速度、これと、クリストフェの記号ね、ガンマ。これの記号の変換速度を使うとう、この運動方程式の両辺、これ反転ベクトルとして変換することがわかるわけです。つまり、ここのね、えー、方程式、これを新しい座標で書いたとき、この新しい座標のこう左辺、これですね、こうなるわけですが、これは実はこの古い座標に関する、えー、と方程式の左辺に、にこれをかけたもの。 であってまあ、つまりこう反偏ベクトルになっているわけですね。そしてあの一般の力火力、ね、上付き掃除の、えー、一般火力は、この反偏ベクトルで反偏ベクトルとなっていことはないわけですから。だからこういうふうにしてこ、この方程式っていうのはこう反偏ベクトルの規則に従って変換するという共変的性を生み出すんですよ。こううつまりこう、機械学的運動方程式の共変性成り立つわけです。 古い座標で運動方程式に成り立つんだったら、新しい座標で運動方程式はまあ成り立つって、同じ形で運動方程式成り立つってわけです。でこれはね、こう、解析学力学における、書いたこの方程式の一番大きい特徴です。じゃあ、こうね、う両辺はこれ、反転ベクトルに従って変換するってことからです。まあ、こういう意味でこ、この方程式っていうのは企画的なわけなんです。 で、ここで反転ベクトルとか共演ベクトルとか,とかっていう言葉、いろいろちゃんと定義せずに言いましたけど、これちょっと説明いたします。まずね、スカラーっていうのは、って言葉、これですね、スカラーっていう言葉ですね。これは座標変化で不変な量とスカラーって言います。で、そして次、これ反転ベクトルっていうんですが、これ、えっ、ー、と、これ物理系が運動する空間の説明クトルなんですね、実はこれ。で、これね、上付き掃でこう、そういう成分を表すことします。うん で、こう、これ、えー、例えば、こう、速度とか外力、一般外力とかっていうのは、それはその反転ベクトルになるんですが、これは、一般にこういうふうな変換則に従うものを反転ベクトルと言います。で、そしてですね、これに従うと、えー、と、ここね、あのここ、こう、R の Q に関する微分というのは、ちょうどこのね、節ベクトル。こう物体が動く、その中小的な、こう、高次元空間の中の,この、こう、 物体が動く、こ部分空間。領域。この、これ、ま、あ R、これ。えっと、こう、U はじゃなくて、U じゃなくて、こう、Q ですね。ごめんなさい。ここちょっと、ここちょっと直します。まあ、要するに、こういうね、一般社会、一般座標でこうやってパラメータ材、されますが、で、この、この、一般座標に関する R の部分。これが、すこう、セスペクトルの空間。これを規定なすわけですが、この規定、使って、こう、輪を取る。 そしてそ、そうすると、新しい座標についての接ベクトルっていうのをね、こう合わせる。これとこれ一緒なんですね。だからこれ、ねだから、えー、っと、だこう、えー、こういう変換則に従うと、こうやって、こうやってベクトル使うと、ちゃんとこれ、座標によってこう変わらないようになるわけです。まあ、逆にこう、座標によってまあ変わる、えー、こうベクトル相合の座標によって変わらないわけですから、えーっと はははこの成分というのは、これを満たさなければいけないというわけです。だから、つまりこ、この反転ベクトルっていうことどういうことかっていうと、これ、じ、えー、ゃんと意味のある節ベクトルの成分だっていうこと、こう意味しているわけです。だからね、あの、ベクトルといっても、こう、まあ、N 次元だったら N 個の、まあ、成分があるんだけど、N 個の成分っていうのを、こう、勝手に並べてもいいわけではなくて、ちゃんと、こう、ベクトルの規定ね、今場合こう、 こういったベクトル規定これの変換に従って、えーとまあ、作り上げたこういう規定によって表した最終的にはベクトルというのは普遍であるというそういうように、えー、とベクトル成分というのは変化しなきゃいけないわけです。でそれちゃんと変換しているというのが反変ベクトルというわけですで。こういうものが、まあ、要するに物理的にあるいは数学的にこう意味のあるもう本質的な量なわけです。 一方、こう、共変ベクトルっていうのは、こういう、えっ、ー、と、いわゆるね、これはね、そう、説ベクトルね、相対ベクトルなんですね。これ、コベクトルって言い方もしますけどね。これ、あとで、こう、微分位置形式として出てきます。で、これはね、変換則はこういうふうに逆になっている。これ上付きそういう上付き相列、こう、閉鎖式、えー、上付き、ごめんなさい。これヤコビ行列、分母の分子ですね。これ、逆になっているわけですね。反変ベクトル、共変ベクトル。 こうういります。これをまたね、その、えー、っと、まあ、そうするベクトルとしてちゃんと,、えー、っと意味を持っているというものを表しているわけです。で、反対ベクトルを上付き添除、字、共演ベクトルをこう下付き添い字で、まあ、こう表すことにするわけです。まあ、微分規格はそういうふうに表すっていうふうに、まあ、してるわけです。そうするといろいろそのことが、うん、いろいろ都合がいいわけです。 で、さっき言った、この、式化学的運動方程式ですね。こう、表した。で、それでこの左辺ですね。まあ、運辺もそうですけど、ね、これ、反辺ベクトルである。こう、左辺にいてこの量ですね。反辺ベクトルであって、しかもこれ、これ、強辺的には加速度と見ることもできるんですね。えっ、ーえー、とね、こう、一般座標の単に、こう、時間で2分、二回微分したもの。これはね、さっき示すこう反辺ベクトルではないんですね。 だから、これ、物理的に意味のある加速度っていうのが見出せないわけです。物理的に本質的な量ではないんです、これ。しかし、これと、このクリストフェン記号を使った、こう、これと組み合わせると、これ全体としては、反転ベクトルとあるので、ちゃんとこう意味のある、物本質的に意味のある、え、ベクトルの、え、成分だと、見出すことができるわけなんです。だここのセットがちゃんと意味を、これ全体だとか、ちゃんとこういう、物理的、 数学的に意味のある量になるわけです。で、だからです、これあいわばその、強変的な加速度と見なせる。で、そしてこう、この、企画的運動方程式でね、この左辺っていうのを、こう、企画的な加速度と見なすことによって、えー、この、強変的なニュートン運動方程式を見なすという解釈を見る。まあ、成り立つわけです。 ニュートの運動方程式は質量×加速度イコール外力でした。で、今の場合、ここ、一般化力やか外力で相当して。で、そして、こう左辺が、その、共変的な加速度っていうやつ。で、で、ちょっと質量については、これ質量ってすでに、この、軽量テ数ストの中に組み込んじゃったね。こう、あれないんですけど、加速度イコール外力っていうのに見ることができる。 でその意味でこう、ニュートン方程式を共、まあ、変的、機械学的に書き出した形で見やすことができるわけなんです、ねで。これ運動方程式、機械学です。じゃあ、今度は最終的にこう、ラクラジオ運動方程式に移行しましょう。で今お見せした機械学的運動方程式。でこれはね、まあ、このように機械学的なこう不変性、共変性を満たすということをさっき説明いたしました。でところが、これ実際の計算でこう使いにくいんですね。 クリストフェの記号とかいちいち計算しなきゃいけないと結構めんどくさい。これ、これだから実際にもっと使いやすい形にこう書き直します。で、ここから、まず、えー、的運動方程式。もともとこういう形でした。で、これクリストフェの記号っていうを定義代理にするとこういうふうになります。で、えー、これはですね、運動方程式運動、運動エネルギー。これを使って書き直すんでます。 運動エネルギーってのは1、こう、二分の一かける質量かける速度の事情ですね。まあ、こういうふうにかけるわけです、ね。で、これ、先ほどの軽量転送を使って書くと、まあ、こんなふうに書けるわけですね。こういう軽量転送と、この、急、一般座標の時間微分。これもで積は。で、操作書くと、これね、えー、この式に一致するということは、必はわかります。この式から、えーこ、これを代入して、まあ、ここを、えー 出すっていうのは、それは難しいこの計算ではないです。実はこういうふうにして、まあ、足しちょっと少しきれいに書き直したす、ね、これ、聞かなくとキム・ド・ホット式のバージョン2です、ね。で、ここでちょっとあの変微分の時9ときに、この Q と Q ドットについては、これ、高い特別な変数とみなして、して変微分を行うことをちょっと注意してください。まあ、こあ、こいつここからこれ使って、これ、出てくるって計算するとわかるんですが、Q と Q ドットは独立な変数とみなしてください。で、えー、っと、 まあ、これね,ね、運動方程式。で、ここでね、特に外力が保存力の場合、ポテンシャルがこう U であ与えられている場合、こういった場合をちょっと考えてみます。そうした場合、この一般火力どうなるかっていうと、もともと外力っていうのはこうポテンシャルのこうグレーディエントですから、こういうふうに表せる。ですから、一般火力を代入するとこうなって、まあ、こうなる。ちょうどこの一般火力っていうのはこう、ポテンシャル U の Q に関する変微分で表せるわけでして、で、こう上の式はこういうふうに直せます。 そして、ポテンシャルってのはこれ、九、えー、のドット。これをように、エクス r e s フィストに含まないってこと,を、ね、と注意しましょう。これようにってことはちょっと古い言葉ですけど、こ明らさまで含まないってことです。うん、意味していますから。でこうポテンシャルをとむと1座標のとこう時間。こういうのに関数でしたから。まあ、ここからこれ、ね、えー、と9し、えー、一般座標九しか含まない。九とまあ t しか含まない。九のドット含まない。 ないってことは、まあこれ分かると思います。これ注意します。それすると、これはどう書けるかというと、えー、このように書きます。で、これはね、ラグナイジュ方程式って言います。これがラグナイジュ方程式なんです。で、つまりこれ一般的でおられる運動方程式です。で、ここで、ね、こう重要な量です。こラグナイジュやっていうのは、ここ、T、L が、こういう、こういうです。出てきます。 ラグランジャーこれ、運動エネルギーからポテンシャル引いたものです。これに関して、この方程式は成り立つっていうのが運動方程式です。で、ラグランジャーは運動エネルギー引くポテンシャルです。だから、運動エネルギープラスポテンシャルとなるとか、まあちょっとエネルギーとかって、全エネルギーってって、まあ意味のある量なんですけど。で、これプラスでなくてマイナスですから、ちょっとね、何の意味でするかちょっとわからないんですが、ちょっと抽象的な量ですが、これはちょっと、ね、えだがこれが、えー、と、 重要な役割はこれから話していくわけです。で、ここでも変微分においては Q と Q ドットって互いに独立な変数となします。で、えっ、ー、とね、そこはですね、ここでちょっと注意したいのが、この左辺、ラグジュ順同性これ。これね、変実はこれ、共変ベクトルになってます。これ、証明はこれ本位にあると信じてますが、ちょっとした計算すると、 これね、新しい座標についてこ、この左辺を書き下すと、これちょうど、これで古い、この左辺の、これ書けたものになって、ちょうど共変ベクトルとなってるってわけです。これ L チルダだっていうのは、なんか新しい座標に書いたら、こうラグラジューになってますが、まあ、こういうふうにして、こう左辺の微分といこれ、共変ベクトルになっているということはあって、これ面白いです。こういった意味でこ、こラグラジュの動作でしうこういうふうな共変性を満たす。ですて、これもまたも、ま、う、あ、企学的にね、 な方程式ででやるっってことは分かった分かったわかたけですまあつまり、だから、そしてこの結果、座標古い座標についてラグランジ運動方程式が成り立つんだったら、新しい座標についても同じ形のラグランジ運動方程式が成立するってことが分かったわけです。でちょっとね、えー、最後の例をお見せしますね。例えば、一番簡単なのが1失点形のこうカわってきた座標、時間座標ね。 こ,こ一般座標をカルテシアン座標 XYZ とするラグランチャーは同じような形でこういうふうに書けます。運動エネルギー、くポテンシャル。でラグランチャー動作引き数はしこういうふうになります。ちょうどこう一般座標として XYZ をこう入れた形になります。そしてこう、えー、ラグランチャー、これを X ドットにして微分したものは、この式から M の X ドットになります。 で、それ微分したものはこういうのになって。一方、こう、ラグランガジェンを X で変微分したものは、これは、えっ、ー、と、マイナスの U の X で関する微分して、となって。で、結局この運動方程式が出す。Y、Z についても同じ計算ですね。これは10代の運動、ニュートンの運動方程式になってるわけですね。ね 一方ね、こう、中心力を受けて二元運動数一1線形を考えますと、一般座標、こう、r シータと取ります。これ、えー、同型と、あと角ね、角度。えー、と、ですから、こう、ラグランジャーって、こう、こうなるんですが、これをね、一般座標で、r シータで書き直すとどうなるかっていうと、またこう、X と Y でて、こういうような時間微分を取るとこうなるんで、これを上の式代入しますと、えー、と、運動エネルギーがこうなって、 理由っていううのはまあこうなんで、すけどで次、ラグランジャってこういう形になるわけです。でそうすると、ラグランジャって今の計算でこう与えられていうわけす。こういうふうになりましてこれラ,グランジャって今計算でこう与えられているわけです。ですから、こういうグランラガンジ方程てこの R の具体的な形でこれ代入する。まあ、ラグランジャはこういうのを、ね、計算できますから、そうすると、こういうの、さっき、えー、出てきた、えー、次に運動方程式が出てきます。これが、あの要するに、えー R とシータこれ極座標を一般座標にした、えっ、ー、と、ラグラジア運動方程式が帰結です。で、これを、まあ、これさっきとお見せした方程式と、えぇ、ー、まあ、同じ結果出てくるわけです。これね、あの、ちょっと力学ですと、これ、X、Y をこう r シータで変換するっていう計算結構、ま、めんどくさいんですが、こう、ラグラジアはそんなにね、これ計算す、あ、これか、これ計算するのそんなに大した、いろいないです。 変数変換を比べると、こっちの方が簡単だと思うんです。でそして、こうい質の結果ちと、ちゃんと同じ方程式が、最終的に方程式が得られるわけです。なお、ここでね、タについてのこの運動方程式というのは、こういう形になるわけです。今、中心力を受けてっていうふうに仮定したんで、U というのはこの、あ、タって、こう、4に含まないわけです。だから、ここからはこう、イコールゼロです でこれはね、初等力学で言うなら、核運動量保存則に沿ってするわけです。だからこういったの、えー、で、この運動量っていうの保存則これっったこれ次回にはお話しすると思いますけど、まあ、このです解析力学っていうのは、こういう核運動量保存則とかって、あるいはこう普通のね、えー、運動量保存則とかって、そういったものをね、統一して表すことができるんです。まあ、これね、えー、解析力学。これも大きなね、ご利益なんです。まあ、この辺っったら、えー、次回話したいと思います。 まとめです。えっ、ー、と。まあ、今回からちょっと解析力学を勉強したいというのが。それはこれ力学の次の観点から学べるってこと。だから、えー、力学における普遍性とか共演性、それに着目して、そういったものを、こう、普遍性っていうものを、こう、柱に置いて解析力学を勉強するっていう。そうすると、いろんなことは、ま、まあ、分、まあまあ、かってくるでしょうっていうです。で、その普遍性とかっていうのは、要するに、こう、数学言葉を言えば、こう、幾何学生、幾何学なんですね。 でそうそして今回はこのダラフェイの原理っていう、まあ、そこから出発して、基、え、本、ー、的運動方程式、ラグラネズ運動方程式で選びました。選びました。で、こういうこれはそれぞれ、まあ、えー、こう、解析学で形で見ると、こう、共変性を持つっていう運動方程式です。だからこうしてこう、こうこう解析学の言葉で書きましてみると、このように、えー、共変性ね、こう、基本的な性質っていうのが、 こう見えてくるわけなんですね。まあこんな感じで、ちょっと、えっ、ー、と、いろいろ以降、こう、ラグランジュ力学とか、えぇ、ー、ハミルトリ規約って、そういうのについて見ていきたいと思います。で、最後にね、この、えぇ、ー、動画にもちょっと参考にしたんですが、こう、数学的観点ね、特に機械学的ね、微分規約、そういう観点から解析規約をね、こう、論じた教科書書、ね、まあ、いくつかあります。で、その中で、まあ、代表的なものです。アーノルドによる、こう、固定規約の数学的方法ってあります。 あとはこう山本吉士が中村光一両親によるこう解析力学。1、2っていうのになります。まあ、この2、冊つ目の本、ね。これ、なかなかちょっと結構ね、分厚いお本で。まあ、一番最初に解析力学を勉強するのは、ちょっと、あれちょっと難しいなと思うんですが、まあ、いろいろこう結構豊かね、例題も多くて、いろいろその数学的な、ね、考察っていうのを、うん 深い考察に基づいてて、で結構いろんな点のことが学べるとは思います思う、思うなっていうのは私は思います。といったわけで、今回解析機はこの機械学的視点から、えー、論じた話ではございました。皆さんご清聴誠にありがとうございます。